はい、前回に続いてガチャを、何回か引き直しまして、ようやくトイくんだよね。かわいいね。本当にかわいいね。でね、本当トイくんがあの SSR で出るまで回したいなと思って、あの本当に100回ぐらい回したと思う。トイくん以外のね、いろんな人、多分この人もこの人も、この人もこの人もこの人一緒かな、違うか、一番左と一緒か。そう、ここでね、あのこの方も多分トイくん以外の全部の人の SSR が出たんじゃないかってぐらい、あのトイくんだけ一生 SSR 出なくて、またちょっとあの疑っちゃった。あれ、これトイくんだけ SSR 選抜されてないのかなと思って、絶対に出ないように設定、そのなんかあれでは悪いあれじゃなくて、あのここでは出ないように、チュートリアルのガチャでは出ないようにトイくんなってんのかなとか散々悩んで、ダメ元で何回も何回もやってたんですけど、ようやく出ました。よかった、出て。まあ全然ね、トイくんのこと言うて私知らないので、まだまだね、愛着といってもほぼ容姿だけで決めちゃってるところではあるんですが、まあ、せっかくなのでということで、トイくん SSR で行こうと思います。あとあれだね、一番最初に出てたこの人、まだ名前が覚えられないんだよね。漢字がうまく読めないのもあって、ラかローとかだったよね。はい、このお二人の SSR で行こうと思います。一応ね、そのキープ中に、なんだっけ、カモなんちゃらさん、私が気になって始めたこの人が SSR 出たんですけれど、ちょっと今回はトイくんにしようと思います。ごめんなさい、なんか浮気したみたいで。というわけでこれやっていきましょう。今更ではあるんですが、私の動画では基本的にはメインストーリー中心にやっていく予定です。あら、かわいい。お疲れ様です。あ、かわいいね。今日の星をどう、うわうわごめんなさい、キャッチしてください。思ってるお茶目な子だった。これあれ、落としちゃったみたいな感じなのかね。面白い子だ。まずはメインストーリーを読み進めて、区長たちの物語を追ってみましょう。いや、あれ、アクタ君がなんかすげえ SP みたいなのに引っ張られてる。これは、どっち?あの、アクタくんの SP に引っ張られてんのか、誰かの SP にアクタくんが、捕まってるのか、どっちなんだ?この子だけ名前すごい覚えやすくて覚えちゃった。SSR いっぱい出たしね、アクタくん。アクタくんで合ってるっけ?今更これで違ったら恥ずかしいな。お気に入りの区長と一緒におもてなしバトルを攻略しましょう。はい。まあ、育成してっていう感じだね。区長カードを育成すると絵柄が変化。ああ、そうなんだ。あれ?どうかな?トイくんも SSR だけど、これ以上変わることあるのかね?で、カードストーリーもあるんだ。メインストーリーとは。ワンちゃんの可愛いね。入社タスク。やべ、大丈夫か。私、この会社続けられるか。ちゃんと出勤しないと。まずは入社タスクを進めて、ああ、なるほど、まあ、初心者向けのこれやるといいよっていうことか。私の会社にもそういうのを用意してくれないかな。ありがとうございます。とりあえず一括受け取りで、まあこの辺は今後は基本カットしていくと思います。ちょ待って、今左下にすんごい気になるのが、俺たちの面倒を見る義務がある。四区長の席はルーロン一家の名にかけて担おう。ここでも喋ってくれるんだね。俺宛ての荷物が届いた。あ、受け取ってくれたのか。ああ、なるほどなるほど。中身、ウサギのワルハウスだ。この人は本当にウサギが好きっていうか、ごめんなさい、あのめちゃめちゃ喋ってくれるので、あれ申し訳ないんですが、ちょっと左下行って、あ、でもイベント終了ってある。この人あれじゃない、私が気になるって言って始めた人じゃない。こんなセクシーな、でもな、めっちゃ見えてるで、脇隠れてるけど、あ、これ歌ってるのもそうなのかな。この方まだ本当に私全然知らないからな。
うわー、8月23か。あー、ちょうど収録してない時ってか、まあ始めたあたりだったんだね。マジか。なんだ、あと1週間早ければ。いい報告じゃなさそうだな。とりあえずストーリーを進めていきましょうか。今の方は本当に基本はすごい優しいんだね。あのこのなんだっけ、やばい名前が出ない、さっき出たんだけどな。この方とだけすごいいがみ合ってるだけであって、やっぱ基本はすごい優しい方なんだね。メインストーリーを追って、あーもう気になっちゃうこれが。やりたかったな、ーカード欲しかったな。メインストーリー、おしゃれだね画面が。故郷の浜に帰還した主人公は幼馴染のカフカの元へ。しかしカフカは姿を消していて、あれなんかネタバレされちゃった。まあこれからのざっくりなストーリーっていう感じだね。これでいいのかな、やっていきましょうか。スティルブランク、そうだね、おもてなしビギニングがさっきのやつだったもんね。マイスイート、ん？これもやんなかったっけか。やったね。あ、こっからか。ナンバー4。そうだね、多分こっからだ。これはホテルとかかな。こうか。初めての旅。こんなところにいたら風邪ひいちゃうよ。あ、これはあれ私だっけ、他の人かな。あ、かわいい。あ、この子がカフカくんかな、子供の頃。ねえカフカ、中に戻ろう。今病院着ってあったね。通院してる子だったってことかな。怪我したか、体がもともと弱かったか。いやだ。でも風邪ひいたら大変だよ。ここだけだから、僕にはここ、病院の屋上か中庭だけ。これセリフからして怪我じゃなさそうだね。下手したら生まれた頃からほぼずっと病院にいたぐらいなんじゃないかな。まあ何かしらの施設で、多分ここしか外に出れないってことなんだよね。外出ができないから院内じゃなくてここにいたいっていうことだよね。じゃあもう何年もここにいるんだね、きっと。病室からここまで、それが僕にとっての精一杯の旅なんだ。旅か、あ、出れないってことなのかな。やっぱ今はどうなんだろうね。元気になってるといいけど。カフカ、でもすごい手術を受けたらどこにでも行けるようになるんだよね。元気になってどこにだってすっごく楽しい旅ができてたくさん遊べるんでしょ。手術の成功率は 100% じゃない。それって失敗しちゃうかもしれないってこと。まあ受ける側からしたら怖いよね。 99% って言われたって、私手術したことないけどやっぱ怖いって思っちゃうし、後ろ向きな気持ちになっちゃうよね。どっちにしても手術なんてまだまだずっと先の話だよ。カフカ、年齢のせいかな、ちょっと幼すぎて大きな手術ができないっていうことなのか。それは逆に言えばその年になるまでは絶対に病院から出られないっていう、この子にとっての絶望的な話でもあるよね。僕はね、羨ましい。どこにだってどこまでだって行けるから。じゃあカフカ、雨が止んだら旅に出よう、二人で。
一緒に。僕が一緒に？うん、一緒に。優しいね。主人公私はどのタイミングで知り合ったんだろうね。病弱とかいう風には今のところ見えなかったけど。ああ、ね、ごめん、すごいシリアスだしあれなシーンなんだけど、めっちゃ可愛いって思っちゃった。可愛い顔してるね、すごく。でもなんかちょっと辛い経験をこの年でありながらもうしてきたのがわかるような、ちょっと悲しげな顔はしてるね。ん？お手手ちっちゃいね。って話さないでね。ずっとこのままキュッと。ずっと握ってるよ、両手で握るよ。でふざけちゃうけど、でもこの子にとって人肌って相当なんか滅多にないことなんだろうな。お医者さんとかはありにしろね、一時的に通ってくる病院に来る子がいたとしても、多分ずっとこの子ほどずっと長くいるわけじゃないし、必ずいつかのタイミングでは一人になっちゃうわけだから。でね、この後の手術でも助かる確証はないわけで、多分私たちが思ってる以上に不安で心配でもうたまらないんだろうね。うん、話さないよ。でもとりあえず現代で生きてることは分かってよかったね。会いに来たんだもんね、私は。ずっとだよ。いつか、いつかの手術の時も。ずっと話さない。絶対に。約束？うん、約束。いい子だね、私。私もってか主人公も。あんな約束したのにな。カフカ君がいた病院か。この感じは結局手術の時にはいられなかったってことか。それとも自分だけ結局海外に行ってしまったっていう罪悪感なのかね。一緒にはまあ果たせなかったってことかな。手術終わったよ。よっ。あーなるほど。この年になってやっとできたのか。何年それ。あんなちっちゃい子から今の主人公の年って、普通に10年ぐらい経ってるよね、少なくとも。ずっと病院にいたのか。うわ、それはほんと想像以上によく乗り越えたね、ほんとに。それできたんだね、主人公は。会社の倒産はそれじゃあ偶然なのかな、帰国したのは。ああでもよかったね、少なくともこのタイミングでは帰ってこれたんだ。え？手術終わった？どういうこと？ごめんね、急に決まったから連絡できなかった。どうだったの？カフカ？あーなるほど。本当は手術中、その約束の通り、まあ、一緒にいるって言ったって部屋の外ではあるだろうけど、の約束できたってことだったのか。それが終わっちゃってたってことだね。何かあった？おい！既読がつかないの怖い。で、返事ないし。まあ無事そうな、いやでも術後だしな、ちょっとまだ怖いよね。でも終わったってカフカ本人から連絡あったってことは、手術は成功したんだよね。そうだね。まあとりあえずは、まああとは後遺症云々がなければっていう感じか。とは言っても顔を見るまではやっぱり安心できない。そうだよね、だってめちゃくちゃ痩せてるかもしれないもんね。一応治ったとしても。すごい、やっぱりハイテクだね。道案内が光で出てる。ガッ。わ、すごい独特な。あーそういうことか。いろんな国のお土産ってか、これ主人公が渡したのかな。外に出られないからこうやって思いを馳せて、まあ夢を見てたんだね。あ、ドンムーブ。どうぞお泊まりください。はい、すいません。
医者ってかこの施設の関係者には見えないけど、あなたは誰だ？お、この部屋に入ってはなりません。未解決事件の多くは初動捜査で見落としがあったケースがほとんどだとか、そうでもないとか。大丈夫？カフカ君なんか刺されたりしない？手袋テッカテカですね。あれ、よく見たらカフカの羊の羊。ほう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 。作次郎さん、入っちゃダメって。ここカフカの病室ですよね。お若いね。いくつなんだろう。もしかしてカフカに何か？それをこれからお調べいたします。申し訳ございませんが、あなたはこちらでしばしお待ちください。あ、よかった。作次郎さんも覚えてはくれたんだね。覚えててはくれたんだ、私のこと。え、はい。大丈夫か？仕方がありません。太陽に近づきすぎれば翼を溶かされ、人工知能に頼り切った人類は堕落する。できればこれは使いたくなかったのですが。てってれー、また作次郎さんの謎の道具シリーズですか？あれ、この時代もドラえもんまだやってるんだ。第三世代になってるかもしんないね。その通り。大黒家に代々受け継がれし執事777つ道具でございます。めちゃめちゃあるな。今回はこれがいいでしょう。ボッチャマの匂い探知機、クンクンペロペロ丸。本当に未来道具と同じぐらいのネーミングセンスだ。これは作次郎さん自身が好きなのかもしれないな、ドラえもんを。日々のボッチャマの匂いを記録してくれる犬型ロボットで、ボッチャマが何をし何を食べ何を隠したかまでボッチャマの血中成分の変化から探知することが可能でございます。まあそれは確かに簡単に使ってはいけないような気もしますね。ペロペロもするんですか？するんですか？ペロペロはいたしません。よかった。作次郎が心の中でしております。めちゃくちゃオープンだこの人。大丈夫ですか？それあの坊ちゃんの前で言ってませんか？カフカさんはそれも容認してんのかな？はいはいみたいな感じなのかな？まあまあ、でも愛、まあ、好きなんだね。これでサーチしましょう。ポチッとな。反応終わり。ボッチャマは36分31秒前、ヤオラベッドから起き上がり、パジャマから普段着にお着替えを。あ、そこまでわかるんだ。すごいね。匂いの動きとかでわかるのかな。確かに、ここにパジャマが脱ぎ捨てられています。ここで振り向きざま、デンタルガムを一粒口内に。確かに、今朝私がボトルを確認した時よりも一粒分軽くなっているようです。それは未来的な技術で分かったことですか？それとも作次郎さんのなんかフィジカルで分かったことなんですかね？減り具合を重さで把握してるなんてすごい。ここまで来たらお坊ちゃんの髪の毛の全部の数まで覚えてる可能性あるな。そして作次郎さん、相変わらずカフカのことを何もかも知り尽くしてるな。ボッチャマはこのドアに手をかけ、廊下を覗き込むと右左右と安全確認。これは普段からちゃんとやってるのかもね。あ、これはボッチャマ幼少時に私作次郎が教えた通り正しき安全確認にございます。この人今いくつなんだろうね。あの子供の頃からいたっていう感じだから20代って、いや、まあ、ありえなくはないのか。つまりカフカは外出を目撃されないよう警戒してたってこと？クンクンペロペロ丸によれば、当時ボッチャマの感情は興奮と緊張感のまさにハーフ&ハーフ。でも私が来ることは多分連絡的に知ってたんだよね。それでありながら私主人公が来ると知っていながら黙って出ていった。よっぽど緊急だけど作次郎さんにさえ言わないってのはなんだ。そしてついに右足からこの病室を後にした。もうこの人あれだね、多分靴下に開いてる穴とかその日のうちに分かるんだろうな。この足音は
小指に穴が開いているとか、そこまで分かりそうだもんね。そしてどこへ。わかります。残念ながらクンクンペロペロ丸にはそこまでの機能が備わっておりません。あらららら、そんな十分すぎるほどの機能は備わっているのに。そうだね。ただ一つ確実に言えることは、可及的速やかにお探し連れ戻さなければなりません。だって手術してすぐだもんね。まあ具体的に何時間後とかわかんないけど、何にせよそんなすぐ元気になるはずはないもんな。っていうか、まあシンプルにずっと病院に何十年ももしいたのであれば、運動だってね限界はあるだろうし、そんな歩き回るにはまやっぱ危ないよね。カフカどこに行ったんだろう。手術が終わったばっかりだっていうのに。ん？手術は終わったって聞きました。聞いてない。そうですね、ご協力お願いしても。どうやらこれはあなたへの置き手紙ならぬ置きテープのようですから。はあ、ここでちゃんとテープが出てくるんだね。じゃあ結構大事だね、このエイトリにおいて、ストーリーにおいて。カセットテープって。カセットテープ、カフカの。そうだね、普通この時代の人でカセットテープを持ってる人ってまあ滅多にいないだろうから、間違いなく私宛てだよねこれは。布団の下に置かれていました。この日付って7月1日。10年以上前だけど、確か。雨が止んだら旅に出よう。二人で一緒に。僕が一緒に。うん、一緒に。カフカ君どうなったんだろうね、今大きくなって。あの時の。この感じだとしばらくメインストーリーには出てこないのかな。見てみたいけどね、成長したカフカ君。花売りの男。7月1日、今日僕は病院を抜け出しました。僕の初めての旅、約束通り連れ出してくれた。はあ、ん？あ、病院もか。屋上とかじゃなくて。すごくドキドキして、そのドキドキが繋いだ手から伝わってないか、初めはそんなことばっかり考えてた。可愛いね、可愛いねって言いたいけど、本当にカフカ君にとってはもう世界を冒険するかのような気持ちだったんだろうね。きっと僕はこの日の旅をずっとずっと忘れません。見た景色、食べたもの、出会った人、匂いも音も色も、繋いでた手の温度。これあれだね、まあどれぐらい体が弱ってどういう病気だったのかわかんないけれど、でももしこの日主人公が連れ出してなかったら、なんていうかここまで耐えられなかったかもね。だって10年以上ずっと病院にいてさ。でまあ私もどうしても本当にずっとそばにいれるわけではなかっただろうしさ、海外に行っちゃったし。でもこの一回一緒に出かけて外の世界を見た、その興奮と、もう一度あれを経験したい、だから絶対元気になるんだっていう、そのモチベーションってすごい大事だったと思う。だから本当にまあ病院的にはね、何してんだって感じだったかもしれないけど、これはすごい大事な、一つカフカ君にとってすごい本当に大事な
人生の一個の思い出になったんだろうね。旅ってこんなにも強く心に残るものなんだね。だから思ったんだ、僕もいつか浜ゼロ区の観光区長として観光客の人たちをおもてなしする側に回りたいなって。10年以上前からこの観光区長っていう制度はあったんだ。やっぱりカフカをこっそり病院から連れ出して二人で浜観光した日の音声日記だ。カフカ、こんなにもあの旅のことを大切にしてくれてたんだな。忘れないようにして、で思い出すようにしてたんだね。いつか観光区長にですか。さすがはこの浜18区を滑るゼロ区の跡取り息子でいらっしゃる。尊きお志は幼少の頃より。ともかく今は一刻も早く坊ちゃまを見つけなければ。効率の良い捜索のため別行動で参りましょう。はい、そうですね。じゃあ俺は。カフカが何の考えもなしにあのカセットを置いていったとは思えない。あれをメッセージだったと考えるのであれば、誰かに連れ出されたのか。いやでもそれこそ主人公が来ると分かっていながら先に誰かと出るとも考えづらい気がするけどね。主人公と一緒に出たかっただろうし。あの日俺がカフカのために作ったガイドルートをたどり直してみようと思ったんだけど。ガイドルートって多分あの左下に今出てる道に出る光みたいなことかな。張り切ってプラン作っちゃったから範囲が広いんだよね。早く見つけたいんだけどな。おっと、今肩触れ合っちゃったけ。驚くほど短乱の不良。どんぐらいみたいな。あ、すみません。これは絡まれるよな。はあ、そっちからぶつかっといてそんだけ。兄貴に肩当てといて。浜の人間って失礼なやつばっかかよ。ギリギリまで腰パンの不良いるんだね、この時代にも。いや、あの、失敗したな。この辺り最近錆びれてるせいでおかしな不良が集まるようになってるんだったっけ。ね、いや今ちょうど思ったんだけど、なんか観光地って感じじゃちょっとないよね。そのちょっと昔風っていうかさ、まあレトイなのか、そういう商店街的な感じで生かしてんのかと思ったんだけど、シャッター降りてるわ、看板は錆びれてるわ、ゴミ袋いっぱいあるわ、看板は横になってるわで、そういう感じではないね。本当にあんまり人がいないっていう雰囲気だ。俺らわざわざ2時間かけてここまで来たんだぞ。はるばるこの浜組んだりまでよ。喧嘩の相手を探しにな。元気だな。喧嘩ってなんでそんな。おじさん遅れてんな。今じゃどっこも治安維持ロボが強くて悪の肩身が狭えのよ。なるほど、そういうことか。その点浜は取り締まりが行き届いてねえから、先輩の方も歩道いっぱい幅利かせてんすよね。ひどい言われようだな。てなわけで、ほらあれよ、肩ぶつかった時に出るあれ出せよ。ロケットランチャー。慰謝料っす。よこせよ。俺殺は民事不介入だぞ。俺ちゃんと勉強してる。いやどうなんだろうな、かじったことなのかわかんないけど。あのお金はちょっと。おもてなしするか。ケチケチすんなって。ほらほら、大概のペイに対応してっからさ。あんた
メインで何使ってる？なるほど、カツアゲ電子であるのか。携帯と携帯ピッてしていくら払ってもらうみたいな。未来のカツアゲって考えたことなかったけど、そうなるんだね。いや、だから花買いませんか？これまた驚くほど美形な人が出ました。綺麗だ。はぁ？急になんだこいつ。大概のペイに対応してますけど。これはちゃんと話ってか状況分かってくれてるね。助けてくれたのかな。何言ってんだてめえ。好きな花はありますか？色でも。あ、今ならサービスで好きな言葉から花言葉を逆引きしてご用意したりもできます。現段階でも割とあなたのことが好きです。花言葉？意味わかんねえよ。あー、この時代の背景的なセリフなのかな。あんまりその花って生ってか生き物ってかさ、あれだから、この時代にあんまり買う人いないのかもね。そうですね。お二人におすすめなのは。あら、思ったより着崩してる感じだね。わ、髪型それめっちゃ好きだな。私結んでる感じサラッサラだし、なんかね、今スチル見た感じだと美青年っていうか本当に美青年なんだけど、肩紐外してるし、ボタンも第3ぐらいまで外してる。結構肌見えてるし、思ったよりラフな感じなんだね。こちらアマリリスなんてどうですか？この辺に住んでるっぽい気がするな。いや、いらねえから。そうですか。それならムスカリは？ちげえから、別の花よこせとかじゃねえから。花なんていらねえつってんの。仕方がない、それじゃあ虎の子のこれを。ポケットからつくしが出てきた。つくし？はぁ、なんだこの草。夕飯に使おうと思ってたとっておき、仕入れ値ゼロなんで礼ならいらない。あー、喋り方も結構ラフな感じなんだね。晩ご飯とかじゃなくて夕飯って言うんだね。意味わかんねえ。いや、ぶっちゃけこっちの方が私刺さるかもしれんな。こう美麗な美少年美青年の人がちょっと砕けた言葉遣いでね、喋ってるとこうお近づきになりたくなっちゃうね。行こうぜ。追い返した。すごいな。すね、行きましょう行きましょう。ハマーナイストリープ。あ、これはその観光区長たちの決まり言葉っていうかなんだろうね、共通してる。すごい、つくしで不良を撃退しちゃった。というか、今の。ん？何？ハマナイストリップって言いましたか？うん、言った。あれね、ハマに来てくれた観光客への挨拶、俺が考えた。俺が考えた？でもなかなか定着しなくて。よかったら君も使って。あれ？これ世界観的に使ってないっけ？なんかいろんなところでこのセリフ聞いた。その主人公のね、CV 選んだ時も同じこと言ってたし、てっきりみんな使ってるイメージだったけど、そういうわけではないのか。はい、いい言葉ですね。そうだね。じゃあこれからこの浜のが栄えていった時の決まり文句みたいな感じになっ、腕後ろで組んでる、いいっすね。そうだ、助けていただいてありがとうございました。いや、本当にありがとうございます。しかも暴力沙汰にね、暴言とかも言わずに華麗に撃退していただいて。別に
大したことしてないから。どうせ雨が降りそうだし。雨？それってどういう？あれ？もしかして、え、今の人カフ、いや違うか。ん？やっぱり俺が昔カフカのために作った観光ガイドのページだ。コピーだけど、なんでこんなところに？すごいな。あ、じゃあ主人公は本当に昔からこの場所が好きだったんだね。インバウンド、外国人が日本に旅行に来ることによって経済回復をさせようという国の考えをもとに、浜は中華街を大切な観光地の一つに決めた。アイデアは大当たりし、中華街は大にぎわい。おすすめのグルメはシューマイ。このワンちゃんあれか、あのトップページにもいたけど、これから浜の観光キャラクターになってくのかな。ああ、そっか、現状もうちょっと廃れてしまっているから、まあ逆にその、レトイ感じを生かそうみたいな感じなのかね。いや、中華街自体がそういうあれなんじゃ、そういうわけじゃないんだけど、多分ここそんな今場所的に開発して最新の街みたいな感じにはなってないと思うから、それをあえて生かすのはいいと思う。ああ、そうだった。あの頃浜はどこもかしこも人にあふれた全盛期で。あらあら、小さなお客さんね。二人で来たの？おい、そこの坊主ども、これ食ってけ。金なんていらねえよ、味見だ味見。みんな優しいな。もしかして迷ってんの？どこに行きたいんだよ。ああ、それなら駅の逆だな。こっちだ、ついてこいよ。いろんな人が俺たちに親切にしてくれたっけ。あれは俺たちが子供だったからってだけじゃないよね。ああ、そうかそうか、この頃は観光地としても栄えていたから、お客さんとしてすごい大事にしてくれたのもあったっていうことか。少なくとも今みたいに寂れた状態じゃなかった。久しぶりに帰国して今の状態、これ確かに見ちゃったらちょっと心に突っかかるものがあるね。寂しいし。すっかり変わってしまったんだな。どうしてこんな変わっちゃったんだろうね。大丈夫そう？この方本当になんかいいな、このラフな感じが。仲良くなりたいなって、あの軽率に思ってしまう。あ、すみません、ちょっと考え事。可愛い人なんだろうな。どっかに行くところ？俺バイクだし、遠くないなら送るけど。いいんですか？エキセントリック青少年。到着と。ここでいい？ランドマークプラザ、ホテルとかではないね。